与相关议员一起表现的满意度进行了调查，结果显示中国民众。続き日米の間で緊密に連携をしていくことで一致をしております。もう緊急事態 の宣言の内容ですが、西村大臣の昨日の会見で国際社会が一丸となって取り組むことが認められている今日、